あれあったじゃん、プロテイン、うん、リノがこれなら飲めるだっつったやつ、うん、で、そっちも飲みたいっつったやつあったじゃん、うん、あのプロテインがね、ないの、いつ行ってももう、え、売れちゃって、リンダちゃんの動画見て、いや、あの、その前から、あ、だって最近それあげてるやつだから、その前からなんだよ。で、もう一つの方はあんのよ、いつも。だからまずいのかなと思って、まずいし、高いけど、倍するのかな、え、値段が、確か。でも買ってきてるから、うん、あ、なんか言った記憶あるけど、そうそう、何だったか覚えてない。それをちょっとリナに飲んでもらおうかなと、うん、どうぞ。嫌です。飲んでもらおうかなと。嫌です。あの、準備じゃまず持ってきてもらっていいですか。あんたさ、冷蔵庫の中にくしゃみすんのやめてもらっていいですか。なんなんだよ、こっち振り向いた感じでくしゃみしてきた。お、かっこいいね。見て、色同じ色、惜しいな。黒だったらいいかったのに、リノ。僕、大体同じやん。大体同じだよ。嫌だ。すごいね、なんか、かっこいいね。この前、赤だった。バニラ、バニラ、キビ。でも、バニラシェイク飲めるでしょ。ねえ、まあ、その類じゃない。高タンパク74だから、前より多いんじゃない。そうなの、だから高いのかな。前30、え、60なんとかは、え、なんでだ、なんで違うこと言うの君は、いつも絶対30なんだって。絶対30なんだよ。いや、そんなしょうがないと思うけど。あー、惜しい。バニラは無理だからって言ってくる。すごい、でも合わせたような服。わかんない、見えない、ちっちゃすぎて。素晴らしい、ね、僕なら見えるよ。マジで、ちょっとつくな。素晴らしいね。それはね、53。どうやってあかんだろう。多いじゃん。74だよ、こっち。どうする、2つさ、丸あるんだよ。こっち1つない。なんだろう、こんな吹き込んでる。パチポンなの。乳業って書いてるから。いや、これ前もな。何かな。コップキャップ。うクソうざい。コップの貧しし、コップの魔術師、コップの魔術師で、チチチチチチ。何一人次元爆弾。チチチチチ。言いにくいのそれ。コップの魔術師。コップの魔術師。お、いけるんじゃないですか。コップの魔術。コップの魔術師。お、言いづらい。コップの魔術師。いや、その前なんでも。コップの魔術師。コップの魔術師。コップの魔術師。ごめん、僕毎回リノの方で飲んでた。お願いします。臭いとか言うな。いい匂いだ。もうさ、無安定か、匂いでちょっとあれかもしれない。これ牛乳っぽい匂いしたらなんか。ダメダメ、なんダメダメ。バニラはレベル高いって。高くない。これで牛乳嫌いな人も飲めるバニラ味のプロテインって言ったら最高だと思うよ。おっ。とも牛乳入れては飲まないからね、絶対。水で飲め、うん、水で飲む。開けにくいよ。そこは改善点だ。あ、バニラ。匂いを噛むなっつったろ。いいよ。かまさびでしょ。だってあんたバニラエッセンスの匂いは好きっつった。そう、いける。いいな。いいよ、来たよ。じゃあ第1弾嗅がしていただきたいと思います。嗅がないで。え、嗅がないでいって。じゃあ入れます。なんか
汚い。何汚い。抹茶みたいなのついてる。一言一言。おお、牛乳だ。いいね、レビュー多いね。250リットル。音はちょっと匂い嗅ぐ。匂い嗅ぐなよ。あ、ちょっとこれダメダメダメ、これいける。一旦これダメだ。これ匂い嗅いでいいよ。あ、これはうまい。おお、シェイクじゃんこれ。一回これでダメダメダメ。うまかったのか。うまかったの。あ、いい、大丈夫だよ、絶対飲めるって。ガオーマックシェイクだよこれ。気持ち悪いって。え、いい、どんな。え、それ何ぐらい。250。リヌから飲んでみて。あ、わかった。はい、ちょっと鼻詰まってる。マックシェイクだってマジで。後味はちょっと覚悟した方がいいかもしれないけど。どうしないしゃべるの。おお、どう、うまい。ほら、いただきます。後味は、後味くるでしょ。うまいかも。あ、全然後味ない。いやいや、あ、プリンだこれ。プリン、ないものはないのよ。プリン、プリン。お、プリン、カラメルの味する、うん、あ、なに、ガチで、うん、あれ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 、うわー、来たね、これ来たね。これ毎朝いけんじゃない。それはいい。毎朝いっぱい。いや、僕って毎日飲んでんだ。それに、これ入れたら。うん、うん、これ入れればいいんじゃないの。絶対美味しいと思うけど。抹茶やで。うまいの。薬みたいな。初回はね。アップルよりいい。初回はね、少し。初回は。何なんでしょう。何ビビってんの。いや、味を試しよう。絶対美味しいと思う。抹茶シェイクだと思う。ただ。何なん今の。もういいよ、振りすぎなんて。ダマが嫌なんだよ。ダメだよ、ダマの方がいいでしょ。噛み応えあるから。噛み応えと。どう、匂いどう。あ、ダメだ。なんで。ないんだ。なんで。匂いは無理だ。いらない。ちょっと噛んでみて。なんで。ないから匂いが。半分泡だよ、半分泡だよ。なんか匂い強くなってるけど、なんか嫌だ。匂い強くなってる、なんでだ。まあこっち匂い強いからね。まあ別に匂い強くてもノベルでしょ。ノベル遠征。これにシール入れろ。え、別にいいけどさ、なんかむせそうな気がする。よくわかんない。全然よくわかんない。これにシール入れるのはいいのに、むせることに対して危険を感じてるわけでしょ。意味がわかんないんだけど。謎だね、あんた。早く飲めよ。もういいよ。いや、分かってないな。泡立つとしや、ビビってんだろ。だから振りすぎなんだって。いや、絶対ビビってんじゃないよ。こうやって振ると泡立つっつったじゃん。うん。うんじゃない。ビビんの早く。で、この勢いでいくんだって。なんで勢い出すの。美味しくないじゃん、絶対。美味しくなくなる。美味しくなくなる。プリンがない。抹茶バニラ。じゃあ美味しいんじゃない。そんな。ん？あ、ないね。あんまないね。なんか途中通過にさ、水あるみたいな。ないね、水一切入ってない。入ってないよ、ね。でも水の味するのよ。薄まったってこと？水って味するっけ？なんで薄まるの？粉末入れてんのに。てかこれ今日までや。え？いや、9月って1。飲んで飲んで、賞味期限だよ。飲んで、もう風間開いちゃったし、今日中に飲まないと。ほんと大丈夫だって言ったじゃん。うまいけど厳しいかも。ずっと飲むとだんだん感じてくんでたの、牛乳を。明日高タンパク女になるの。じゃあコーラ貸したら、これいいよ。いいよってな。何様なの。
え、何のコップに入れる？コップじゃなくて、え、このままさ、棒させばいいんだよ。アイスになる。でも、面白い。したらアイスになる。それ、こうやってね。どんぎりだと思う。一気に食べる？食べないよ。食べなきゃダメじゃん。食べない。いいよ。やる？何の棒刺す？あ、あの、長い箸使えばいい。これでカルボナーラ作ってやろうか。嫌だ。多分美味しくない。嫌だ。うん。それは違うと思う。これでプリン作る。飲めばいいじゃん、と思う。ん？本当は飲んだの？いつ買ったの？結構すぐだよ。え、7月だよ。あれとアップルの次よ。え、いつ意外と持たないやん。1キロ牛乳並みってことかな。じゃあ牛乳ぐらいの商品なんだね。てか誰が賞味期限考えるの？その人の考えでやってるってこと？そう、俺もそう思うね。誰が考えるの？うん、いや、それまで研究したんだって。やってんじゃないの？研究してる。それぐらいであれなのかなって。アメルのか。アメル。だってそんなのさ、乾パンとかどうすんの？乾パン？だから乾パンも作ってどれくらいあれかなって言って調べたんじゃないの？めっちゃ持つよあれ。めっちゃ持つって言っても2000年とかまだないでしょ？わかんない。腐らないゼリーって知ってる？ないそんなの。あれ？ない。え、毎回リノスル考えちゃうんだよ。消費期限なの？信用できない。消費期限と賞味期限は分かるでしょ。賞味期限切れても食べれるものだってあるやん。ないだから違いますよねって。何言ってんの？